こんにちは、小笠原です。今回はシクロアルケンの話なんですけれども、シクロアルケンというのは環構造があって CC 二重結合を1個持つ炭化水素の仲間になります。具体的にはシクロペンテンとかシクロヘキセンなんかになります。五角形ですね。 H の数が8個あります。 C5H8、 シクロヘキサンは C6H10 になります。環構造なのでちょっと歪み大きいんですけど、シクロプロパン、プロパンじゃないですね、シクロプロペン、シクロブテン、こんなのも考えられますけれども、この辺は若干不安定になります。一般式になりますと 2N-2 になるんですね。 2N-2 になりますので、 CNH2N-2 というのがシクロアルケンになります。シクロアルケンの性質は何かというと、輪は輪っかになっているだけなので、実はアルケンの性質に似た性質になります。ですので、負荷反応を起こしやすいと。例えば、シクロヘキセンとに臭素負荷しますと、1,2ジブロもシクロヘキサンになります。で、ここのところ普通に負荷するでいいんですけれども、実は厳密に言うとここはトランス負荷になってですね、こちらのほうがシス型で入らずにトランス型で入るということもあります。でこの2つは共同異性体になります。こちらの話はちょっと難しいので、単に負荷でくっつくだけでもいいんですけれども、興味がある人はトランス負荷のことを調べてみてもいいかもしれない。